ガーシーさん、逮捕されてから、かれこれもう2ヶ月ぐらい、交流が続いてるんですけど、まあ、あの、弁護士さんも2回目の保釈を請求しているようなんですけど、それが認められるのかどうか、まだわからないというのか、土日挟んでるので、週明けに結果が出るのかもしれないんですけど、これ、問題じゃないのかなと、僕はすごく問題だと思うんですよね。現状、そのガーシーさんなんで保釈しないのかっていうのが、 なんか、その明確な理由がよくわからないというのか、ガーシーさん確かに脅迫したかもしれないんですけど、それの証拠って動画じゃないんですかと。で、動画ってもう抑えられてませんかと、思うんですよねけ。消しようがないっていうんですかね。で、その動画制作していた人も一回逮捕されて、まあその人、無罪っていうか、その釈放されたんですけど、で、さらにその海外に逃亡する恐れがあるとか言っても、 ガーシーさん多分パスポート取られてると思うんですよ。だからなかなか日本の空港を突破するの難しいですよね。で、もし突破できたとしても、ガーシーさん赤手配出たんでしょと。赤手配って簡単に出ないんですよ。なんせ、同じように海外に逃亡したカルロ,ロス・ゴーンさん赤手配になってないんですよ。なのに <laughs>、 ゴーンさんって何,何十億とかレ,レベルの悪いことしたとかいうふうに言われてますよね。僕、まだにが、ゴーンさんがどういう悪いことしたのかはっきりわからないんですけど。それでまあ、海外に逃げてるんですけど、ゴーンさんはその赤手配出ていないと。しかし、日本の権力って捕まえようと思ったらガーシーさんでも簡単に捕まえれるんでしょと。赤手配出せるんでしょと。ル,ルール無用っていうんですかね。か逃げようがないやん。 というところなんですよね。だからこの状況を見る限り、やはり今、週刊文春が追求している、その木原さんの問題っていうんですかね。この辺がすごく僕は関係してるんじゃなかろうかと、こう、うがった見方をしてしまうというのか、完全にガーシーさん見せしめだったんでしょと。その週刊文春が報じる前にガーシーさんは、もう1年ぐらい前ですよね。この木原さんの問題について、ほのめかしてたんですよね。はっきりとは言ってなかったんですけど、 政権が吹っ飛びそうなようなこともありますよね、と。そういうようなことをおっしゃっていたんですよね。で、現状結果、週刊文春がこれを報じたら、その木原さんはもう記者会見にも出てこれないみたいな状態になってしまってるんですよ。だからそれほどの問題だったっていうことですよね。だからその木原さんサイドとしては、絶対にこの問題は表に出してはいけないっていうものだったんだと思うんですよ。だからこそ、 ガーシーさんを赤手配にしてでも引っ張ってきて、もしこの問題に何か突っ込んだり報道したりしたら、ガーシーさんのような目に合うんですよっていうことを案に示してるんじゃないのと。それでガーシーさんは無理やり赤手配で引っ張ってきたんじゃないんですかと。あのゴーンさんでさえ悪い悪い悪い人間だっていうふうに報道されまくってるゴーンさんでさえ赤手配になっていないのに、だったんじゃないのかなと思うんですけど、この 問題ですよね。別の問題もはらんでるというのか、その推定無罪ですよね。の原則であるにもかかわらず、ガーシーさんを2ヶ月も交流し続けていると。これっていうのは、海外からすると、まあ、ゴーンさんもすごく問題だって言ってるんですけど、その人権問題になるらしいんですよね。そらそうですよね。まあ、ガーシーさんはもう、あれが脅迫に当たるということになっているので、その、 悪いことしているなっていう感じではあると思うんですけど、しかもガーシーさんは、そ,それは脅迫になるとは思わんかったけど、そういうことを言ってしまったことはガーシーさん認めてると思うんですよ。だから罪を認めていないわけではないんですけど、ガーシーさんはなぜか交流が続いてるんですけど、日本のこの問題っていうのは、罪を認めなければ交流が続いてしまうっていう人質手法っていうことが行われ続けてるようなんですよね。 でゴーンさんもそれが続いたっていうんですかね。当たり前ですよね。ゴーンさんは悪いことしてないんだって主張している人なので、その罪を認めるわけないと思うんですよ。で、この問題ってすごく大きな問題だと思うんですよね。ガーシーさんはその交流し続けていることに対して、その Yahoo ニュースとかのコメント欄とかでも当然であると。そういう奴は交流し続けなければいけないみたいなことをコメント書いてる人いっぱいいるんですけど、これって明日は我が身だと思うんですよ。自分は悪いことなんかしないんだと思ってる人でも、 警察って完璧じゃないので、悪いことしていない,いない人を逮捕してしまうことってたまにあるんですよ。痴漢の冤罪問題とかってありますよね。あれとかって結構身近だと思うんですよね。僕はあまり電車乗らないので、そ,そういう痴漢の冤罪のことに巻き込まれることはあまりないかもしれないんですけど、もし痴漢の冤罪に巻き込まれたとして、自分はやっていないのに、それで逮捕されてしまったら、保釈してくれって言いませんかと。 でも、認めなければ、お前、痴漢したんでしょと。認めたら保釈してやるよと。認めないんやったら、まだ交流続きますよ。こういう、その、交換条件っていうんですかね。これが、まあ、人質処方なんですけど。これが日本ではまかり取ってるんですよね。どうですかっていうところなんですよ。ガーシーさんを流し続けるっていうのは、そういうのをこう、全然いいんだと。そ、その制度でいいんだっていうことになると思うんですよ。僕は嫌ですよね。 もし間違って逮捕されて、間違って逮捕されたんだから、罪認めるわけないんですよ。しかし、日本の制度は罪認めた方が自由になりやすいっていうんですかね。これ完全なる人権問題なんですよね。なので、これ今はすごいチャンスだと思うんですよ。ある意味というのか。現状、日本って内側から変わることって多分できないんですよ。もうなぜか。しかし、 現状、このジャニーズ問題で国連の人権委員会の人が日本で今調査しに来てますよね。だからその国連の人たちにジャニーズの問題も確かに問題が大きい。しかし、もっと大きい問題があります。人質症の問題です。とこれで冤罪が生まれるんです。これでその無実の人が交流され続けるっていうのは思いっきり人権侵害じゃないんですかということを国連に 誰か訴えた方がいいと思うんですよね。まあこの人質地法についての問題について問題提起している分かりやすい動画があったので、そ,それはまた下にリンク貼っときますけど、そういう動画を作っている人であるとか、今はこれ、せっかく国連の人権の人たちが来ているので、日本のこの人質地法の問題も調査してくれと。日本は内側から全然変われないんですと。で現状ジャニーズ問題も内側から全く変わらなかったんですけど、 国連の人たちが来たことによって、テレビでちらほら報道し始めてるというのか、そこまでなってやっとですよね。まあ、テレ,テレビ局なり何な,なりそういう企業とかが、これで変わる、変われるのかどうかはまだわからないんですけど、しかし、何かしらの圧力にはなるというのか、だからこれ怖いですよね。間違ってその逮捕されてしまった時に、僕らどうすることもできないと思うんですよ。 で、出たいですよね、そんな。拘束され続けるって絶対嫌だと思うんですよ。何もしていないのに。しかし、認めたら、保釈してやる。そんなことって、いいんですかっていう世界観なんですよね。まあ、ガーシーさんに関しては、それと関係するのかしないのか、あまりにも長い期間拘束され続けてると思うんですよね。常習的脅迫であったりとか、まあ、再逮捕でもなんか聞いたこともないような、 罪名というのか、それで拘束が続いてるんですけど、そんな無理やり長い期間拘束する必要って何があるんですかと。ガーシーさんが表に出て何か言ってしまうのが怖いんじゃないんですかと。まあそうとしか思えないっていうんですかね。この木原さんの問題についてガーシーさんは何か知ってるかもしれないと思われてしまっているというのか、なんかそんな気がするんですけど、だからそういうところもその怪しいっていうのか、その 何日間交流するとかも、その、そういう捜査側の裁量次第っていうんですかね。自由にやり放題というのか、推定無罪の原則が完全に無視されているというのか、これかなり問題だと思うんですよね。しかし、内側から日本はもう変わることが不可能なので、もうこれを機にというのか、国連の人権委員会の人たちがせっかく来ているので、ジャニーズの問題も問題かもしれないけど、人質司法の問題もすごいですよと日本は、やばいですよと。 や蛮んな国ですよ、ということをちょっと訴えた方がいいんじゃないのかなと。僕がこうやって YouTube で言っても何の効果もない <laughs> とは思うんですけど、ちょっとそういうことを思う今日この頃の話でした。以上芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。